チームニュージャパンは、新日本プロレスが、レスリング選手の育成を目的に発足したチーム。9称、ブシロードクラブ。同志誌のレスリング部門である、闘魂クラブについても触れる。2012年7月24日、新日本プロレスが、オリンピック出場を目指す、レスリング選手を育成することを目的に、ブシロードが、全面バックアップしていく新規プロジェクトとして、 ブシロードクラブが誕生して、監督兼スカウト部長に長田博士が就任。ブシロードクラブではレスリングに打ち込める環境を提供するため原則として、所属選手はブシロードの社員となり、同社で勤務しつつ、練習をこなす形態をとる。将来的には、本人の希望があれば新日本プロレスに練習生として入門して、プロレスラーとしてデビューすることも可能。 2020年6月、ブシロードより新日本プロレスリングへ移管され、チームニュージャパント名を改めた。東ンクラブは、新日本プロレスが1991年に発足したレスリング部門。発表7、アマレス育成、ブシロードクラブ発足。監督は、長田博史。第1号は、早稲田の山口剛選手。ありがとうございます。